どうも、マグです。暑い季節の車中泊に絶対必要なのはこちら、扇風機。このマキタの扇風機 CF102DZ を2年使ってるので、こちらを紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。まずはサイズを測ってみたいと思います。高さで31cm、横幅が26cm、厚みが下のベースで18cm、パンだけで言えば10cm 弱ですね。重さも測ってみましょう。まずはバッテリーがない状態で測ってみます。で、 1.33kg でバッテリーをつけて 2kg ちょうどですね。 6A つけました。次は首振りですね。真横から真横までって感じですね。180度動きます。この羽の角度はこのボタンを押して変えます。真上から下は45度ぐらいまで向く形ですかね。ここが結構硬くてしっかりしてて大変なんですけど、バッテリーつけて重くなるから、でもこれぐらい強度がないと途中で動いちゃうんだと思うんですよね。それなのでちょっとしっかりしてるのと思います。ちょっとめんどくさいですけどね。上に向ければ、まあ、サーキュレーターとして多分使えるかなと思います。はい、あ、やっぱこのままだとさっきみたいに動いちゃうんですね。で、まあ、下に向けたら少し高い位置に置いて風を送るという感じでしょうか。で、風の強さを見ていきたいと思います。どうしようかな。またテープ貼ってみます。風の強さ3段階で、説明書とかには風速いくつって書いてあるんですけど、ちょっと難しいのでこういった形で表現したいと思います。風の強さは3段階ですね。弱、こんな感じです。もう結構弱で十分なぐらい強いです。ちょっと風鈴も持ってきたので、こんな感じです。中、結構強いですね。だいぶ強いですね。こんなに強い必要はないかなと思います。結構音はしますね。家庭用の扇風機よりも音は大きいですね。強さは案外近いぐらいあると思います。普通の家庭用の扇風機も試してみたいと思います。これ弱です。優しいですね。中、強、こっちの強、家庭用静かですね。こっちのマキタの方は音はちょっと大きいですけど、力は全然、風の強さは劣らないですね。弱をよく使いますね。弱で十分です。時間も強で9時間35分、中で11時間45分、弱で21時間10分。弱だったら 2,3 泊くらいは余裕ですね。でも AC アダプターもあるので、電源が取れる環境ならAC で今日もおすすめですけどね。 AC アダプター、ちなみに後ろのここですね、これの専用のつける形になってますね。タイマーも3段階、1時間、2時間、4時間ってあるので、これも使えると思うんですけど、一度も使ったことはないです
はい、基本的な紹介は以上ですね。車で車中泊用にどうに使っているのかをちょっと紹介したいと思いますので、車へ行ってみましょう。はい、車にやってきました。扇風機なんですけど、通常はこう下に置いたり、なんか棚とかボックスがあったらその上に乗せたりしてこう風を感じるんだと思うんですけど、このサンバマルチレールがついていて、そこにインテリアバーがこう2本つけてるんですよ。ここにかけて上から風があるといいと思いません？これをちょっとやっていきたいと思います。それでこの裏、あ、穴発見。この穴を使いたいんですよね。サイズが8分の5インチらしいんですけど、このサイズが結構なくて、ホームセンター2軒目で見つけてきました。ここにアイボルト、じゃん、こういうのを取り付けてみたいと思います。では早速取り付けたいと思います。結構これがしっかりした作りで重たいですよ。よし、100均でかけるものを買ってきました。これがブレにくいツインフック。これ形が面白いですね。ブレないみたいです。で、こうかな、あ、ぴったりちょうど、ああ一番距離感がこれが短くて、ああこれも横ブレもこの2つになってるおかげで横ブレがないですね。これそもそものこれが、ああこれが一番いいですね。これでまあ今ここでやったんですけど、寝るときはこっちかな、こんな感じ。で、スイッチオン。で、角度を変えて、で飛び降り、やった、いいですね。いいですね。で寝るときに、うん、あ、こっちもいいかな。うん、ちょっと斜めになっちゃったり、こっちなければ全然いいかな。どうしてそこまでしようか。上で見た時180度ぐらい動いたんですけど、90度ですね。ちょうどいいです。このフックが本来あるんで、ここに引っ掛けるだけで使えるんですけど、このここからまっすぐしか行かないんですよね。風が首が触れないから、やっぱこっちの下ベースが上についてくれないとあれダメなんですよね。これはこれでこっちのフックは使えるんですけど、でも車中泊に使うには
反対側に吊るして首が触れるで角度も変えてできるのがいいと思います。いい最高。あとはその時の様子で横につけるか後ろにつけるかですね。これが簡単ですね。 SG フックもちょうどいいサイズ買ってきたので運転してて途中でなくなることもないかなと思います。でこれ吊り下げたことによって下の空間はそのまま活かせるからいいと思います。やっぱマキタのバッテリーを持ってる方それとポータル電源とかで電源が取れる方にはすごくサイズ感も風の量もいいものですね。持ち運びにも全然いけるんでこのままキャンプだったり外で使うっていう時もいいですね。重宝します。まあ、あとはちょっとこの、ね、音が大きいので、まあ、寝る時に、まあ、慣れちゃえば全然気になるんですね。多分暑い方が全然気になって寝れなくなっちゃうと思うので、うん、いいと思います。それなら車中泊にはマストですね。今回の動画は以上になります。動画が参考になったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画で。あー涼しい。